コートをご紹介したいと思います。ワンピースを、はい、レギンスで足首からしっかり温めてくれて、それで言いながら、皆さんこんにちは。こんにちは。佐藤誠一チャンネルです。今日はフーガフーガ第107回目の応援になります。今日は私佐藤とギア店長の千代さんと2人をしたいと思います。よろしくお願いします。もうね、だいぶ寒くなってきましたね。もう山形もすっかり寒くなってきまして、もうやっぱりね、このぐらいになるとちょっとね、でも秋のお出かけってちょっと肌寒いぐらいのこのぐらいの時期がね、なんか一番なんかこうちょっとドライブとか旅行とか行きたくなるので、そんな気分になる時期になりましたけども、まさに今日はですね、そんなお出かけの時期にちょっとおしゃれに羽織っていただく、今日はねコートをご紹介したいと思います。まあ、フーガフーガのコートっていうのはね、本当にいろんな生地使っていろんなコートをいつも作ってるんですけども、今日はですね、もういつも定番でありながら大人気のコート、もうウールの生地を使って、まあ、もちろんね、ウールのコートってもいっぱいあるんですけども、ウールの生地を使ってすごいナチュラルな仕上げで、また縦色結構しっかり黒の中に今回ね、綺麗なブルーを入れた、そんなコートになってます。色がね、シャンブレーで見えてくるという、でもうね、相変わらずもう山たっぷりであるならすごい素敵なシルエットのコートになってます。で、じゃあ先にちょっと情報の色の情報の方、たくさんお願いします。はい、お伝えします。コットンウールリバーシブルコートです。サイズはフリーサイズ、お色がブルー。ブルー、はい、高桑さんが着ているのがブルーです。はい、はい、グレー、グレー、はい、ブラック、そしてブラック、はい、3色です。はい、お値段が73,700円でございます。ちょうど私が着ているこのブルー、はい、グリーンとか、そうなんですよね、これね、黒っぽいのとか入ってる、ターコイズっぽいような、うん、深緑のグリーンっぽい、青っぽい、そんな色が中に入ったシャンブレー、深みがあるんですよ、ね、なんかもうちょっと素敵な大人の女性感が、はい、もうね、もうバッチリな色なんですけど、はい、今ちょっと青木さん、本日がウールコットというね、今ちょっとコット、なぜかというとですね、実はですね、このコート裏側じゃじゃーん、オレンジなんですよ。裏側がそう、オレンジで表がウールなんですけど、ウールと裏のコットンとウール、これね、一緒に折ってるんですよ。あと2枚つけたんじゃなくて、表の生地を縦と横こうやって折りながら、同時に裏側縦と横を同時に折るという、でも折るところは1箇所しかないから、はい、そうですね、これね、二重ビームって言って、二重ビームでないな、ビームは1枚か、ビーム1枚だけど、要はね、少し重さをこう飛ばしながら、折るというすごい特殊なテクニックで、表はウールで洗いをかけて、はい、結構ナチュラル仕上げになってます、はい、でウール縮むんで、そうすると裏側のコットンは縮まないんで、シワシワシワとナチュラルな絞感出るでしょ、はい、このナチュラル感がね、普通出せないそんな色合いになってるんですね、はい、ブルーやオレンジって、ここね、上のブルーがね、はい、ちょっと結構全然違うよ ね、またね、これ裏側襟がニットになってるんで、裏側になった時は、あ、そうだけど、裏側にすると表のブルーがこう見えてくるという、そんな襟とか、それもそう、ね、かわいいですね、立てていただいてもいいし、はい、立てて、はい、表に立てていただいて、はい、前で留めていただいてもいいですし、はい、もうむしろ折って襟っぽく、はい、でもね、でもいい、ちょっと立てると、裏ニットで立てるとね、めちゃめちゃちょっとかっこよく、袖口とポケットとあって、でポケットがね、裏側にもついてるんですよ、でこっち側にもついてる、ということは内ポケット2つついてるようなもんですよねそうですよね、もうだから隠しポケットみたいなすごい、なんでね、ブルーとオレンジって1着買って2着、これは全然2着買ったようなもんですよね、はい、で、わっ、ね、素敵な感じ、ポケットもね、可愛らしく、で、色がですね、こちらベージュ、なんでしょう、ベージュの裏がコットンのブルー、ブルーグリーンのような、ちょっとね、深みのある、ポケットはグレー、うん、グレーで、ポケットグレーで、表のグレーがそのまま襟でニットとも出てくるという、なんかこれでも1着
着ちょっとね、2着、うん、まさにもうで表がウール裏コットンだから全然表情も違うし、う、ね、色も違うし、うん、まあね、なんか本当に2着買っていただいた方が、ね、いいんだけどみたいなね。でも、いいんです、ね、そんなこと朝と夜あのアフターファイブでちょっとね違った1日目と 2日目違った色で違ったコードで1枚でいけちゃうという、まあ、そんなコードで、ブラックがですね、またブルー、あのグリーン、グリーンですね、違いますね、うん、こっちはブルーオージェグリーン、グリーンの色合いになってます、はい、ドロップショルダーでこう、ね、袖口が、だから着やすいんですね、シル、はい、さん、これちょっと欲しい、ちょっと持ってもらっていいですか、はい、この生地、着てて軽いでしょ、軽いです、ウールとか虹だったら重そうに見えるんですよ、これね、ミヤマ半端なくたっぷりとってます、 S、M、L、LL、3L の肩でも全然ゆったり大丈夫なんだけど、ちょっと普通に、はい、普通におしゃれにぴったけか、ミヤマがその大きく見えないんですよ、ここまでドロップショルダーなんです、ここまでここ、はい、ここまでだって手を挙げるとだってミヤマこんなになるんだから、はい、ここまでドロップショルダーなんですけど、これがまた綺麗に出るようなシルエットが今回のフーガフーガの今回 のこだわりの作りのこだわりのポイントになってます。丈も千代さん身長165センチ、はい、もうすっぽり膝ぐらいまで、膝ちょっと上ぐらいまで、はい、もう身長155センチぐらいの方でしたらもう膝隠れるぐらいの丈になるかと思います、はい、ちょっと後ろ見ていただいていいですか、後ろもたっぷりですね、無料感で、これミヤマたっぷり取ってるんですけども、この洋服のパターンっていうのは手を上げていただいて、でそれが落ちることによってここに丸みがあって、ふわっと丸みがあって裾がすぼまったような、ちょっと黒雲のよう、黒雲っぽい感じのシルエットになる、若干ですねこのタック、これね、これリバーシブルだから難しいんですよ、この二重にしながら表も裏も見えるようにと、すごくパターンと縫製技術も凝りながら、凝ったテクニックを使いながらこのシルエットを出しているという、まさにそんなコートになります。ダブルでこの表の時にまたニットが見えるっていうのもね、ちょっとアクセントになって可愛いと思うんですけど、で今日はですね、あえてこのコートにオレンジのコートになんと、はい、さっきのなんとですね、さっきチラッと言っちゃいました、そうですよねあの俺も思ってた裏切りに見えちゃいましたけど、はい、今日はこの時期ぴったりワンピースを、はい、モカワイン、ワインっていうかなんですよね、ワインカラーのようなワインベージュ、ワインモカみたいな、今ね、そういう風に昔はワインならワイン、イタリアのようなワインならワイン、あのグレーならグレー、ブルーならブルーっていうもの多かったんですよ、ネイビー、今ね、ワインと今ね、この、あのモカの間とかブルーとグレーの間とか赤みがかったブルーとか、うん、ちょっとパープルじゃない、でもパープルでも違うみたいな、ま、違う、そういうね、こうすごいくすんだナチュラル感の色っていうのが、うん、もう今佐藤繊維でも世界でもそういった色を発信してるんですけど、結構、ね、逆にこういう位置で出してる糸が世界の中で結構日本らしさがあって、それで受け入れてもらって、今そういう色をね世界的にこう使われるようになってきてるんですね。ちょっとじゃあ上行くか、はい、これこのワンピースなんとね形がね、はい、あ、そうそうそう、袖が、そこなんです、ポイントが、アクセント、ちょっと重ね着風な感じですよね、はい、これ見ていただくと、そうですね、うん、一見重ね着風な感じでありながら、袖口で、またこれ、袖口をちょっとリブですぼめてますんで、はい、でもね、ちょっとパフっぽい感じに見える、ただ、あまりパフね、長袖大きいと、仕事するとき邪魔になっちゃうんで、まあ、着ててもすごく可愛らしく、分量感たっぷりとった。ヨークですね、このヨークがね、丸くなってる、そんなニットの編み方してるデザインになっています。じゃあ、青木さん、情報の方お願いします。はい、お伝えします。配色切り替えシームレスニットチュニックです。サイズはフリーサイズ、お色が、アイボリー、ブラウン、ブラウンがこちらの、ね、はい、でパープル、はい、はい、パープル、はい、そうです、赤が入ってる、はい、で、ブラックの4色です。お値段が 27,500円でございます、はい、こちらのワンピースもすごく軽いんですけど、着やすいのはここがシームレスで、シームレスの、はい、アームホールもね、たっぷり取ってますので、すごく着やすいですよね、で、素材もですね、すごい柔らかいボンボンの糸の中にちょっとスラムが、これね、
着てるのがあえてあの黒と紺かな、紺とオレンジとか、うん、結構コントラストの強い色で出すとですね、こういったちょっとナチュラルがまたこれもね、柄っぽく見えてすごい素敵なんですよね、はい、で、やっぱりこのポイントになるのが袖と切り替えって結構大胆なんですけど、その切り替えがいやらしくなく可愛く、で、これ今回色によって雰囲気が全然違う、これベージュでしょ、それ優しい感じ、上品な感じ、そしてオレンジ、あ、ブラウンですね、ブラウンはちょっと大胆な、はい、オレンジと、そして袖口をね、あえてシックな、あの同色のワインを持ってくる、そしてなんといっても色は楽しいですよね、パープル、パープルのね、ブルーにパープルに袖が赤というね、可愛いですよね、可愛いです、やっぱね、こういう楽しいデザイン、はい、あの面白いやっぱファッション、やっぱね、こういうものを絶対作らなくちゃいけないなと思うんですよ、まあ、みんなね、無難なもん、無難なもん多い中で、やっぱり遊びの洋服っていうものを作ることもね、やっぱり、この大切でも大事な仕事かなと思ってるんですけども、それで、ちゃんと抑えのシックなブラック、ブラックですね。はい、ブラックです。はい。4色で、それぞれに表情感たっぷりの、個性たっぷりのお洋服、ワンピースになってます。あのデザインなんですけども、目も言ったりとった先ほどちょっと話があったように、はい、シームレス、要は縫い代がない、アームホールのここはもうセットインのような形で入っていくんですけど、ここの部分は全部ヨークで丸く、球心でなってます、昔のね、家庭編み機とかで編むようなテクニックと同じですね、ちょうどここが、ちょっと色薄いんで分かりづらいと、千代さん見ていただくと分かりますけど、ね、はい、よく丸くなって、だから襟元もすごくこうね、柔らかい、素敵な。見えてくる、編み目に見えてくる、そして襟がですね、ロールのボトルネック、ちょっとナチュラルな自然な感じになるようなボトルネックだけど、前身ごろが下がってますんで、結構こう首に当たらないようにということで前下がりをつけた形になってます。丈のですね、はい、これ、ちょっと身長165センチ、はい、で膝上、ちょっと5センチぐらいですかね、はい、ちょっと後ろ見てみたいですけど、はい、もうすっぽり肩を包んでくれるような、あとあの寸法感ね、たっぷりとってますんで、やっぱちょっとこうシルエット的には若干コクーンっぽいシルエットになってるんですが、はい、自然とです、あの脇だけじゃなくて全体でわーっと丸く、このシームレスのこの機械っていうのはもう立体に、要はあの地球儀ってこういうね、あのパイ合わせて丸くするじゃないですか、はい、あれと同じようにこの丸みをああいう風に段数いっぱい取って入れてるんで、綺麗な丸みが出てくるというのも特徴の一つになっています、うん、裾にリブをちょっと入れることによって気持ちリブで すぼまってくれるところも、ただリブなんでね、よくあの女性の方は階段とか足が引っかかったりとかっていうのがありますけども、はい、もうニットですね、全然、あの大きくまたいでいただいて、はい、全然大丈夫、走れちゃう、走れちゃう、はい、袖口もきちんとリブになってますんで、はい、あのこの上になんかボレロとかカーディガンとかジャケットとかやっぱりあの重ねるケース、ワンピース多いと思うんですけども、その時にね、やっぱりリブきちっとなってると、重ね着しても着やすいっていうのもあると思います。はい、まあ、そういったちょっとね、あの重ね着コーディネートなんかも考えたデザインになってますので、ぜひね、ちょっと一度試していただければ。このね、ミドルゲージのニットっていうのはまたね、ニットらしくていいんですよね。前ね、ずっとやっぱりすごいハイゲージ、ハイゲージの時代あったんですけども、ね、今年特にこのミドルゲージ、7ゲージっていうね、企画ですね。今一番人気の企画かな、受注が。でまあ、そんな風に、ね、ちょっとトレンドが入れながらですけども、今日は、ね、こうあえてナチュラルで無地に見てください、はい、足元ここでやっぱりもうやっぱりね、ちょっと殻入れたくなっちゃうこの辺がやっぱフーガフーガの佐藤誠のやっぱり面白さというところだと思います。じゃあ情報お願いします。はい、お伝えします。モザイク柄ジャージレギンスです。サイズはフリーサイズ、お色がベージュ、はい、お持ちなのがベージュです。はい、はい、で社長がお持ちなのがパープルです。はい、ブルーとイエローが入ってる、マスタードが入ってる、はい、はい、で千尋さんが入っているのがブラックになります。お値段が24,200円でございます。このレギンスはかなりふっくらしていて、そうなんです、ちょっと厚みがあるような、そうなんです、あのね、なんですね、ウールとコットンをすごいちょっとジャマドで編んでるんですけども、すごいこうストレッチがありながら洗いをかけてふわっと膨らませてるんで、はい、これから冬にかけて寒くなった時に足元、お尻
千尋さん履いてる時に、はい、肌に当たる部分すごい柔らかいんだって。柔らかいです。これね、裏側はあのコットンとウードを混ぜ合わせた編み地になってるんで、うん、すごくね柔らかい。そして表はコットンの部分とウールの部分がいろんな柄をこう表現してますんで、すごくねこう表情感豊かで楽しく、はい、あの着ていただけるんですけど、裏側はね混ざってるんですごい肌当たり優しいんですよね、はい、で結構丈も長めに、まあ、冬物なんで丈も長めにとってますので、クシュクシュとして履いていただいてもいいですし、はい、今今日靴の上に履いていただいてるんですけども、はい、結構上げてるんです、まあ、私は今、はい、ですよね、もうちょっと長いです。クシュクシュとしたにもなりますし、ブスターに入れていただいてもいいし、スニーカーに着ていただいてもいいし、もう結構ね合わせるのはいろんな形に合わせやすいデザインになってます。あとね、チュニック丈のロングのね、こうセーターとか、あともっと長いワンピースなんかに合わせていただいてもすごく素敵に出ていけるかなと思います。はいはい、柄がね、全部ですもんね。全部がね、全部もうお尻まで全部がない。お尻まで全部あったかいっていう。まさに冬には持ってこいですね、これ。すごくいいです。これね、締め付けもないです。そうですよね。今もテレワークもね、やっぱりあの会社に出かけるときと、あと家の中での仕事ってあるとき、ちょっとね、チュニック丈の T シャツとか、薄手のニット着てるときに、ふっと立ったときに、その下にレギンス。で、レギンス立ったら無理じゃなくて、こんなちょっと、立った瞬間、えみたいな。おしゃれですよね。ただ、ちょっとあとでほら、あのコンビニまでワンマイル、お出かけみたいなことで、T シャツちょっとお昼ご飯行こうかなとか、ちょっと買い物行こうかなっていうときに、本当にね、ちょっとチュニック丈で合わせるだけでそのままあったかいっていう、まさにもう今のトレンド感満載のレギンスになってます。まあ、いよいよね、これからちょっと寒くなる中で、もうふわふわ、佐藤睡眠とか、もう柔らかいウール、ジュウモウとかで、いろんなモヘアとか使った洋服たくさんあります。まさにこれから一番楽しい時期になると思いますんで、ぜひネットの方などをね、ご覧になっていただけると、いろんなニット扱ってますんで、ご覧になってみてください。ふわふわの商品は全国ふわふわとお取り扱いのセレクトショップ、また百貨店直営ショップでご覧になります。もし近くにお店のない方は